箱館市交通局8000系電車は、1990年に登場した箱館市交通局の路面電車車両である。箱館市電の主力車両である。1990年3月に800系の車体を更新して登場した。1997年までに8両が導入された。2002年からは8100型への更新となったが、一時、 計画されていた8100系の増備がされなかったことにより2012年より再度2両が導入された。これまでの更新車では引き戸であった校舎扉が折り戸になったほか、ステップを3段として乗降性を改善した。落ち葉や積雪による滑走防止のため初めて砂巻き装置が取り付けられた。前面は大きな一枚窓で、側面は全車上段加工。 下段上昇式の二段窓となっている。8001から8003はプロトタイプ的な存在で、8001には当初側面の行き先表示器が設置されていないなど、8004から8008とは側面の行き先表示器の有無やその形状が異なる。また、警笛の種類や行き先表示の内容など随所で、仕様が異なる。15年ぶりの更新となった8009.8010。 は、前尾等が、角型から、丸型となり、前面と側面の行き先表示器が、方向膜から、LED 式に変更された。車体回収前の8001号車。側面の行き先表示器が設置されていなかった。8010号車。ヘッドライト、行き先表示器などに際が見られる。全車アルナ後期で800系の車体更新により、製造された。なお、 函館市交通事業経営計画において2016年度までに車体更新車を3両導入する内容が盛り込まれていたが2両しか実施されなかった。よって種車となっている800型は2020年現在も1両が運行を続けている。なお2016年時点で交通部は函館市電に残るレトロな車両を各形式1両ずつ 可能な限り残していきたいとしている。1990年代に導入した8両は床下部分の痛みなどが目立ってきたことから大規模な車体改修工事を行うこととなった。各車両の改修時期は以下の通り、改修工事の主な内容は以下の通り、全面行き先表示器は系統表示部分がカラーで表示できるタイプが採用された。また、 行き先の多言語表示や、電車発車時に駆け込み乗車をしないよう注意喚起する、表示が行われるようになった。側面行き先表示器の LED 化も行われた。2004年時点で8000型は、すべての車両が広告塗装となっており、標準塗装車は一両もなかった。2012年に8009号が導入された際は、全面のみ、標準塗装、側面は、 白一色の姿で導入された。2020年現在もすべての車両が広告塗装であるが、車体側面のみ広告が施される部分ラッピング広告車両の前面は白地に緑色の標準塗装となっている。函館市電の車両の多くには企業などの全面広告が施されている。なお、2019年10月から統計式は、 全面ラッピング広告の対象車両からは、外れ、部分ラッピング広告の対象車両となっている。以下に、各社に施されている広告主を示す。2013年1月11日から、営業運転を開始した8010は、同年2月10日までの期間、鉄道娘の、小風カレン全国巡り仕様ラッピングとして運行し、人気を集めた。ABCD ハットリ 都市交通新世紀11函館市交通局。鉄道ファン44 P135 ABCDEFG 市電8001号車車体改良へ JR 五両各車両所に搬出。函館新聞電子版。2016年9月19日時点のオリジナルよりアーカイブ。2017年2月9日閲覧。AB 函館市 8 0 9 5営業運転開始。RM ニュース。オリジナルの2016年9月15日時点におけるアーカイブ。http://web.archive.org/.web/.20160915003411/.https。 レール .hobidas.com スラッシュ rmn スラッシュアーカイブズスラッシュ2012スラッシュ05スラッシュ 8009.html2020 年6月12日閲覧。函館市交通事業経営計画。函館市。P17 2012年2月12日時点のオリジナルよりアーカイブ。2020年6月12日閲覧。 箱立 CLRT 整備計画。箱館市。P4。2020年6月10日時点のオリジナルより、アーカイブ。2020年6月12日閲覧。平成28年度第3回箱館式業局、経営懇話会会議録。箱館市。P5。2020年6月10日時点のオリジナルより、アーカイブ。2020年6月12日閲覧。 AB、安全報告書、平成29年度版、函館市、P8、2020年6月9日時点の、オリジナルよりアーカイブ、2020年6月12日閲覧。AB、市電80003号車回収を得入庫、今年度の車体改良が完了、函館新聞電子版、函館新聞電子版、2019年9月5日時点のオリジナルより、 アーカイブ。2019年4月13日閲覧。AB7001 号車試運転開始箱館市電13年ぶり。新形式。オリジナルの2020年3月10日時点におけるアーカイブ。 http://web.archive.org/web/20200310120716/https,digital.hakoshin.jp/news/politics/59222020 年6月12日閲覧。函館市電、1990年内製車両の計画的改良を進む。 箱館新聞電子版2020年10月6日時点のオリジナルよりアーカイブ2020年10月6日閲覧箱館市電1990年内生車両の計画的改良を進む箱館新聞電子版2020年10月6日時点のオリジナルよりアーカイブ2020年10月6日閲覧 ABC 安全報告書 平成28年度版。函館市。P7。2020年6月9日時点のオリジナルよりアーカイブ。2020年6月12日閲覧。カラー電車広告説明資料。函館市。P3。2020年6月9日時点のオリジナルよりアーカイブ。2020年6月12日閲覧。カラー電車広告説明資料。函館市。 ピアニッシモ、ニ2から 3?2020 年6月9日時点のオリジナルよりアーカイブ。2020年6月12日閲覧。車両のご紹介箱立市。www.city.hakodate.hokkaido.jp。2019年1月20日閲覧。箱立市電新車両8010号が、小風カレン全国巡りラッピングで登場。 トミテック2015年4月17日時点のオリジナルよりアーカイブ2020年6月12日閲覧函館新聞1999年1月3日4日北海道新聞1999年1月3日十字街電停付近で防護壁にドア衝突函館新聞2002年9月10日ありがとうございます